はい、どうも、こんにちは、パンチパンダです。よろぴくお願いします。まあ、ということで、今回はですね、まあ、2023年の夏、まあ、ちょっと出かけたので、まあ、そちらを撮りました。で、なんかね、なんか、朝すげえ鳥たくさんいたんですよ。で、まあ、カラスとかもいて、で、駅にも、まあ、ハトとかすげえたくさんいて、で、東京着いても鳥いるの。で、まあ、東京着きまして、まあ、こちらですね、浅草周辺ですね。で、まあ、浅草周辺なんですけれども、まあ、ちょっと寄り道をしまして、ですね、まあ、目指している場所がですね、まあ、今回、サッカーショップということで、まあ、海外のね、まあ、サッカークラブの、まあ、ユニフォームを扱っているお店が、まあ、東京の、まあ、浅草というか、まあ、スカイツリーら辺にあると、まあ、いうことで、まあ、浅草駅降りて、2キロぐらいかな ?2 キロぐらい歩いて向かってるんですけど、またこの鳥いて、で、なんかこれ、あれですよね。ジブリで最近見たんですよ。うん、ジブリの鳥だっていう。で、なんか堂々としてて、おもれえなって。でも喋れればいいんですけどね。うん、何してるのみたいな。で、なんか、まあ、近づいたら向こう行ったんですけど、これ魚探してるんですかね。うん、で、なんか、動いたんですよ。で、動いて、で、動画撮ってから、後ろ向いたら、歩道を歩いてました。でまあ、これですね、デザートの自販機ということで、まあ、昔買いに行って懐かしいなーって。まあ、サッカーショップ行きまして、まあ、中とか映せないんですけど、品揃えすごくて、でも、ね、やっぱサッカーのユニフォームって、高いんですよ。まあ、2万円ぐらいするんですよ、1着とか。うわ、高えなーって思いながら、まあ、でも見てて。他にもお客さん結構いて、家族連れだったりとか、まあ、男の人2人組だったりとか、中には15万ぐらいの買い物してる人もいて、やばっ。で、帰りに、まあ、東京スカイツリーの中を、まあ、散策して帰ってきたっていう。2023年の何も買わないで帰ってきた夏休みでした。